土曜大会始めていきたいと思いますので、スタートボタンを押して各自始めてください。 B 番台では0回戦第2試合、 A 番台では0回戦第1試合となっております。A 番台の方はね、開幕からエンスリア投げファーストマガトロ承認チームが 1P 側、2P 側が、ベヨネット団の背中こきスレイヤーパズドラマンエディ初音ミクちゃんの生体こきファーストという、とてもねちょっと成績がやばい感じのチームが出ております。じゃあね、その後呼ばれるであろうチームは FAB さん、ロイさん、カズキさんのチームとボブさん、AGF さん、シバシハルさんのチームですね。で、もう一つが、多分ダークさん、ダークさん、キッシーさんのチーム、アイン、カイ、ヒカル、ソル、頭痛エディチームが、呼ばれると思われます。よろしくお願いいたします。さあ、開幕はバレットの背中動きという、前回ね、サトゥーが来ていて実況したのでなかなか呼ばれなかったということで、再チャレンジとリベンジマッチという感じでエントリーネームをもう一度使い回しておりますが、さあ助け出したらクロスファイズフットファイティング前 K から空中投げ中央に投げて、ここから FB ファイルバンカーしっかり再加算を決めて一本足の勝者マガトロジョニーだよな、今日マガトロさんだな。さあ今日の赤切符は大阪 B さんということで、風流さんと明日エリアで3人でエリアですかね、当日予選の人。うわ、バイルバンカー、さあ前捨てから 2S で届かない、まあ、これちょっとお互いにちょっと悩んでしまったか、ジャンプです。これは強い空中出しで 8K の上を行きますが、今度はしっかり見ているが S が当たらず、前からレベル3状態で E の裏当て、そしてコインを当ててレベル2クラスを足したいで追加のダメージ、あーんということは、ハイソル D 捨てから捨てて投げてて前系助け FB ファイルバンカー、早いですね。さあ第最終ラウンドですね。さあ、コインからジャンケータイク、クータイク持っていって、タッチアイソンからアンダー2へ。アンダー2はね、忘れてないと思いますけども、ガーフではなくて、アーマー技なんでね、バストとかも耐えられたりするんでしょうか、わかりません。タッチ系からコッパン、タッチ系当たらず。さあ、ここは2杯、クチュアシュートをして、レベル1中段、そしてガン奪って、さあ、ハイサミスで出方に当たっている。うわ、すげえ。5番がロマキャン、俺の名だ。そして画面端背負う状態で何を決めていくか、池助け暴れを、そして下段コンボコインを上前へ投げて5番対空、これは美味しい青キャンスキル、そしてバースト対策もしておりましたと。勝ったのはバルトの背中キースレイヤー。さあね、昨日からね、花粉プラスお隣の国からちょっと黄色い砂がね完全にね、やばいですね。 WBC とかで盛り上がってる中、俺たちはアニメのオープニングモノマネカラオケをして楽しんでいたというのを見たかったですね、昨日は。ほんと今年の花粉はきつすぎる。さあダメ端ジャンプアイスラードリル、タッシュピーから物投げてネット切り、これ欲しい。足場を差し込みネット、タッシュピーから 2SKD 落として、オプションじゃんゲームだ。リキャンから装填コインの上、さあ 2K の3段目のヒット、そのまま一気に殺しきる投げファースト。うむ、実況変わります。さあ、一本選手は投げファースト、ごめん、ああいう口でカウンターで当たる、投げが出なかった、しかしこっちも爆弾当たる、 DOT からのチャイアンダー2で確定バースト、はい、アンダー2って確か青キャンあるよ
FB 使って攻めていくが、今裏回ってコンボができてしまう。ワンチャンこれは死なないが、グー投げのやり合いで勝ったのは投げファースト。投げミスからのスレイヤー側も投げミスってファーストが投げると、で出てくるは同キャラ。さあ、どうキャラ引きが物を言う。いいもん引いとるね。なんか今うまいこと愛でカバーしたが全部食らって結局消えた爆弾。レレレ当たる、逃げないく、バグステー避けていく、覚醒使って出てを回避していいつもしてますからのお返しは天使が出てくる。上から降ってきた勝ってんのは投げファースト。なぜ降ってきた、つながってる、ドクドク、ここで、あーすごいたらいコンボ、あーっとイモバーしてしまって、やはりこれは当たったか。さあチョコを回収したい、チョコやね、おかしい、相手がいるが関係ない。なんか愛バカさせてる。さあチビが来る、結局当たって足ぐらいもらったのかない、残っているがレレレにダッシュ当たってしまい、投げますと2打点。ワンチャンあれ覚醒届くか怪しかったけど、あれ届いたね、しゃがみくらいやった、うん、ジョニーが俺の名打つ感覚だったね。まあそれも4分の1で外れなんだけど、あ俺 お金俺です、300円です。時間がない。さあエディ大将わらわら、なんとか立ち食いがダッシュに当たる、しゃがんでたのにヒットする、どういうことだ。ドリル前ハイで突っ込んでくる、朝礼これはうまいことフライングになってるが中央に戻ってしまった、バグスで回避してコマンうまいこと潰していく、チャラハイ、さあ分身消えた、バイク間に合わない、足払いが届かず、ドリル、さあ体力乗ってるな、ジャンディが手段にかかる。一本最初メロンエディ、メロンじゃないわらわら毒ペダッシュワイパーうまい。さあマナ降りてくれさえすればちょうどいい。さあダッシュ読んでいました、メテオがあったので、じゃあシャガハイカウントだがちょっと安い。さあ分身が消えてしまう、でレレさんだってゲージ回収、もう一回レイ、レイレイレイ、今度は引っかかって、さあチビに当たって分身が消えてしまう。エンミスが使っちゃってこれターン変わって上レで降りてくる、エンス食らって逃げていく、なんか折れた、バーグランで消えた、バーグランってかわいい、でだ繋がんない、ドリル繋げていく、レレレのじゃねえや、想定の前に死んでいたけど繋がってそうだね。シャガハイ美味しいダメージ
E バンダイは、ジョニオチーム、あ、こっち、イズメイかな、イズメイ、萩原レモンテスター、何だ、ロケ人、ロケ人バイケンのチームと対して、ハモセーソル、フガシーファウスト、ジョニージョニー、アッセンチームなんで全員来たら手挙げちゃってください。両方アッセン、さっきこっちはやったんだよね試合。じゃあ、ハモさんのセンソルとフガシさんのファウスト、ジョニーさんのジョニーは手挙げています。ハモさんいる、フガシさん、和菓子、和菓子だった、はい失礼しました。和菓子さんのファウストと、ジョニーさんのジョニーいますか。はい、じゃあそこ3人チームなんで、そこで、B 兄弟の方でお願いします。A 番台が、FAB ポチョムキン、ロイ・ソル、カズキ・ディズニーのチームと、ボブ・クリフ、AGF ・アンジ、なんていうのこれ、シュラ・チハル、ポチョムキン、伊豆さんのチームはじゃあ、そこだね、その3人とじゃんけんして、ワンピー・ツーピー決めてやってください。ああ、喋ってねえとくしゃみ出る。大丈夫か。今日はさすがに俺も花粉のメガネをしてきました。それぐらい今日はちょっとやばいっす。じゃあ B 番台はね、決まったらスタートボタン押して始めてください。なんていうか、花粉の時期は実況ね、喋れなくなってしまうんで、ほんときついんですよね。俺初めてこの花粉症で頭痛いっていう現象に今なりました。やばいですね、俺もあの2008年中野 TRF でなりました。もう目かゆすぎてね、目の周りがもう痛いんすよ。マジっすか、失明は嫌だな。あーやばい。はい、じゃあ決まったようなので行きましょう。